青森県総合運動公園球場建設現場でございます。はい、この通りは作ってる最中ですね。今年いっぱいかかりますね、多分ね。はい、こちらが得点表示と時間です。で、これが畑栄養台でございます。で、こんな感じになります。ほんと近いんですね。あの下があんまり、こんな感じでございます。近いでございますね。はい、スタンドがこんな感じでございます。あそこまでいや行けませんから、ここら辺で我慢します。いや、本格的な球場ね、陸上トラックしかなかったですかね、このスタンド付きはですね。ここはまあ雷鳴のホームになるでしょう。こんな感じですね。こういう風景は盛岡南公園の球技場、そしてヤバスの球技場で見てきたんです。それが青森でも見れるという幸せ、ようやくですね。本当に嬉しい感じでございます。来年ね、ここで応援するっていう風景が展開されると思います。僕もね、早くね、このところで、この新球場でですね、応援したいですね。待ち遠しいです。本当に早くできてほしかったんですよね。本当に今年できてれば本当に楽しかったんだけど、じゃあお楽しみはね、来年までね、と言ってこんな感じですね。感じですね。こういう感じのスタジアム、まだ芝はまだまだ未熟でございます。生育途中でございます。まだボコボコで草もあります。これは除草して、ね、芝にしっかりした芝につけてあげるという作業の途中でございます。新青森県総合運動公園球場カミングスでございます。